雄王、本当にこのような場所で作戦会議をするつもりなのか？たまには気分を変えてみるのもいいだろうと思ってな。ではまずはこれまでの戦闘について整理をしておこう。今までの戦いを私なりに分析してみたのだが、5人のドライバーがいるのだからもっと連携して叱るべきではないだろうか。なるほども。例えばトラだと花と連携するのに必死で、兄貴たちと連携することを深く考えていないってことも？その通りだ。今まではブレイドとドライバーの連携だけでなんとかなってきたかもしれないが、これからはドライバー間の連携も大事だとユウオは思ってるもん。あれは、あの向こうの席のあれはなんだ？ん？どうしたもん、ユウオ。え、あ、いや、なんでもない。そう、それで今後はブレイドからもドライバーとの連携を。向こうの女性が食べているのは、あれは新しいスイーツだな。焼き菓子のようにも見えるが、しかしあの中にあるのは、向こうにいる女性が気になっているようだが。いや、そうではない。気にしないでくれ。雄王はさすがによく見てるもん。確かにあの女の人見覚えがあるもん。おそらくトラたちを尾行しているスパイも。いや違う、そうじゃないんだ。彼女は何も関係ないも。では何があったというのだ？スイーツだ。スイーツ？どういう意味も。実は向こうの女性が食べているスイーツが気になってしまってな。なんだ、それならそうだ、早く言うも。トラもスイーツが食べたいも。頼んでもいいも。まったく仕方ないな。ではみんなでスイーツを食べながら話の続きをするとしようか。では向こうの女性の食べているスイーツを3つ頼みたいのだが、構わないかな？我らの行動に重大な問題があるのか？あ、いや、そういうわけではない。君たちの行動には問題は。やはりあれはフルーツだ。しかも何かで煮詰めているな。一体何だ？蜜か？果物の果汁か？どうしたの、ユウオ。ん？なあ、すまない、話の続きだったな。そこで提案なのだが、今後は私が君たちの先頭に。まさか、なんだと。中に入っているのはフルーツだけではないのか。あれはクリームか。一体何のクリームだ。くそ、確かめたい。あのクリームの正体を知りたい。ちょっといいか、ユウオ。ん？ああ、すまない、話の続きだが。いや、そうじゃないも。ユウオの独り言が丸聞こえだったも。な、何？まったく、スイーツが食べたいならカッコつけずに素直にそう言えばいいも。
いや、それは心配ないもん。トラたちも食べるから何も問題ないもん。みんなもそれでいいもん。仕方あるまい。それで UO は何を食べたいのだ。では向こうの席の女性が食べているスイーツを3つ頼むとしようか。